現行の車両巡回バスのバス停吉富町、巡回バスは福岡県築城郡吉富町にて運行しているコミュニティバスである。日方本線より北側の地域を運行する北回りと南側の地域を運行する南回りの2路線があるが、運行場は JR 吉富駅を起点に北回りとして一周し、JR 吉富駅に停車した後続いて、 南回りとして一周し、再び JR 吉富駅に戻る経路となっている。全便が同一方向に運行する。2019年10月1日改正1日発本。始発は JR 吉富駅境駅小犬丸城の順に停車する。昼間の1便は北回りのみの運行。運行開始当初は以下の経路であった。全バス定期祭。 カッコ内は2005年4月11日開成時に廃止されたバス停運行開始時はトヨタハイエースを使用していたが2017年10月1日のダイヤ改正時に日産 NV350 キャラバンに代替されている。巡回バスの車両九州運輸要欄平成20年度版のコミュニティバス運行状況よりハット AB 優勝コミュニティバス事業内容の見直しによる 改善効果にかかるヒアリング結果広報吉富2017年9月号ナンバー7 8 5 p 号吉富町巡回バスダイヤ改正のお知らせありがとうございます。